南部チャンネル。はい、皆さんこんにちは、南部チャンネルです。実は幕張の前の鹿児島のバンショップ三上さんの工場行った時に、制作中のこの車見していただいて、内装が全くまだできてない時だったんですよね。でぜひ見たいと思い幕張行ってまいりました。こちらのお車の内装どうしやがったのか、それではご覧ください。はい、これね、4月の4日の幕張です。はい、いきなりもう出ました、テントウムシ。内装こんな感じ、いいですよね。このカラーは多分初めてじゃないかなと思うんですよね。シートの黄色の落ち着いた黄色と、そしてこの室内の色合いもね、高級感がもう溢れてますよね。でテントウムシね、このシンクも大きいですよね。はい、冷凍冷蔵庫、電源ありますよね、こちらにも。でこちらがね、運転席上のところになるんですけども、このちょうど溝を通って雨が流れるので下には落ちにくいという工夫されてるんですよね。大きな窓ありますよね。はい、しっかり上がった。皆さんこちらですよ、こちら。この上にソーラーパネル4枚、もう電気に強いテントウムシと言っていただいて過言じゃないです。でね、このお車ね、納車まで3年とかよく言われてますよね。今現状ちょうど社長いらっしゃったんで聞きました。やっぱり3年かかるんですかって聞いたら、いや、これからは生産能力をまあアップして3年を短縮していきますとおっしゃってました。期待できますよね。はい、短いですけど最後までご視聴ありがとうございました。また続き幕張の報告の方もどんどん報告しますので、このチャンネルよろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。